スリープフリークス講師の大鶴です。はい、キュベスのシリーズ、今回はフォルダトラックでトラックをまとめるというテクニックについて解説をしてまいります。フォルダトラックとはその名前の通り、複数のトラックをまとめて収納していくという機能なんですけれども、その目的はですね、まずトラックが増えてきた時なんかに見た目上すっきり整理することができるというのが一つですね。でもう一つは、そのまとめた複数のトラックに対して同時に行っていける操作というものがありますので、作業を効率化できるということが挙げられます。では実際にフォルダトラック使ってみましょう。作り方は他のトラックと一緒でいくつかあります。一つはウェイメニュープロジェクトからトラックを追加でフォルダを選んでいく、あるいはこのトラックリストのところで右クリックトラックを追加でフォルダを追加ですね。はい、このように新しくフォルダトラックが追加されました。でこのできたものに対して収納したいトラックをドラッグ&ドロップ、はい、このようにドラッグしていくと緑の矢印の線が出てきますから、ここでドロップをします。するとこのようにトラックが少し右側にずれてインデントされたような形になりますから、そうするとフォルダに入りましたよということですね。もう一つ言ってみましょうか。はい、トラッグ&ドロップ、右側にずれますね。これでフォルダに入りましたよということです。フォルダにまとめると、まずこのフォルダトラックのアイコン、フォルダ展開と出てくるところですね、こちらクリックで閉じたり開けたり、これで見た目をすっきりさせることができるということですね。もちろんフォルダートラックにも名前をつけることができますし、また色を変えていくこともできます。またフォルダにまとめているトラックに対しては、フォルダートラックのソロミュートボタンを押すことで、このように同時にソロミュートをかけていくことができます。あるいはレコーディングを同時に行うなんていう機能もありますね。それからフォルダトラックのイベントに対して行う編集というのは、このように全て同期をされます。これも便利ですよね。さらにこのグループ編集というボタンを押しておけば、逆に個別にいじることをできなくする、必ず同期させたい場合なんかにはこのスイッチを入れておけばいいでしょう。はい、それからフォルダーからトラックを出したい場合どうするかというと、簡単でドラッグ&ドロップで外に出してしまいます。これだけで OK です。フォルダートラックをもし削除してしまうと、入ってるものも全部消えてしまいますので、そこは注意してください。中身を消したくない場合は、必ず先に外に出してから削除を行います。最後にもう一つ楽ちんなフォルダートラックの作り方をお話ししておきましょう。すでにフォルダに収納したいものが明確に決まっている場合、それらをシフトキーを押しながらですね、複数選択をして右クリックをします。そうすると選択したトラックを新規フォルダに移動というメニューが出てきますから、こちらをクリックします。そうするとフォルダができると同時に、もう選んだものがそのフォルダに入っているという状態を作ることができます。はい、今回はフォルダートラックについて見ていただきましたけれども、実際のまとめ方としては、例えばこのように同じ系統のトラックをまとめていく、パーカッションだとかギターだとか、そういうくくりでまとめていくっていうのもありですし、あるいはもっと大くくりにリズム帯、上物といったくくり方をしていってもいいかなと思います。はい、ぜひ活用して作業を効率化させてください。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。